温祖王は、くだらの初代の王。源流を付与に求める神話を持ち、主は付与、または、世とする。くだらの始祖については、少なくとも三種の異なる系譜が伝えられているが、いずれも付与につながるものとなっている。また、後に、日本に渡来したくだら系の人たちの間では、その始祖を、宮古忍王としていたとも伝わる。温祖の父は住む、または、 主母と言い,い、北扶与から逃れて、卒本扶与に着いた。扶与には、男人がなく、娘が三人いたが、主母の人となりを見て、非凡の人であるとして二番目の娘をつがせた。その後、扶与が亡くなったので、主母が大位について、二人の子を成した。長子を二、三重流次子を、恩祖と言った。主母がかつて扶与にいた時の子が、主母の下に来て、 大使となったため、ニエリュ恩祖はこの大使に受け入れられないことを恐れて、カラス星、バハジムラの10人の家臣と大勢の人々と共に、南方に逃れた。カ山まで来て、富士学に登り、居留地として、ふさわしいかどうかを見ることとした。ニエリュは海浜に住みたいと言い出し、10人の家臣は、この地がととするにふさわしいといめたが聞かず、引き連れた人々を分けて、 渡る数骨まで行って、そこに国を建て、御祖は、関山の地で、慰霊城に遠き、国を起こした。これが、前漢の大鳥吉見三年のことであり、はじめ十人の家臣に助けられたので、国語を十みとしたが、後に、三重流のもとに従った人たちも慰霊城に帰属し、百姓を受け入れたので、国語をくだらと改めた。警府が付与に連なるので、地の名を付与とした。 ある本では、くだらの子祖について、次のように伝える。くだらの子祖は、ニエリュ王であり、父は、雄大といって、北不要会、タスクローの諸孫である。母の名は、メシニシアツといって、卒本不要ののべた没の娘であり、はじめ雄大のもとに嫁いで、ニエリュウ、オンソの二人をなした。雄大が死んでから、メシニシアツは、卒本で一人暮らしをしていたが、主毛が、 国国を建てた後、メッシに死圧を引き寄せて、王妃とした。国づくりの初期において、王妃の功があったので、主毛は王妃をめで、ニエリュー二人を我がこのように待遇した。しかし、主毛が不与にいた時に、霊子との間に設けたこの怪獣止めが来ると、怪獣止めを大使とし、主毛の死後は、怪獣止めが王いを継いだ。そこで、ニエリュは恩祖と共に別に国を建てることを図り、 家臣を率いて、高栗を逃れて水、大水を越え、渡る数骨に至って、そこに住んだ。九だ羅の祖先は、高麗国から出た。東名の後に、あだだいという慈悲深い人が現れた。はじめは国を、大邦軍の古地に建てたが、五官の両党大衆の高村度が娘を嫁がせ、遠いの峡谷となった。百科と共に海を渡ったのにちなんで、九だ羅と合した。 建国の始めより東北編に接するマッカツに対する防衛の意識が強く上策を築いてこれに備えていた。マッカツからは前後7回にわたる侵攻を受けいずれも撃退している。特に前1年に侵攻を受けた際には迎撃してその州長のソムを捉えている。南方では馬艦との間に始めは親密な関係を保っていたが随所を得て馬艦。 新官を平等する気になり、後8年から、あと9年にかけて、馬官を吸収して、これを滅ぼした。あとに、あと16年には、馬官の九将が反乱を起こしたので王自ら、討伐し、これを鎮圧した。北方では、前15年に、落老軍に使者を送って、国交を開いたが、防備のための城作を築いたことを咎められ、 全11年7月には和親が失われた。このように北方、東北方の国防の観点から、全5年には東、関水の南に移しており、関水の西北に城郭を築いた。全2年には落老軍の侵攻を受けて、旧都の慰霊城を焼かれている。温相の一代を通じて、その領域は、北は水、東は層、上、西は航海に至った。 在位46年にして28年2月に死去した。三国式には意味な、送りな、埋葬地についての記述はない。広大のくだら王には意味な、送りなの記事が見られるようになるが、埋葬地を記されるくだらの子に騎士は数ととしていない。ありがとうございます。